まるで毎日が夏祭りのような光景です。エネルギッシュなアジアの空気を感じます。はい、幻想者価値観林陽介です。今回はベトナムについてです。ベトナムでの演奏ということで、現地の街の様子をレポートしたいと思います。よくイメージされる三角の編み傘をかぶった人たちは本当にいるのでしょうか。それでは行ってみましょう。飛行機を降り、ベトナムの空港に降り立ちます。まずはタクシーに乗って市街地に向かいます。何やらメーターの回るスピードが異常に速いのですが、大丈夫なのでしょうか。心配になります。ベトナムのお金を見ると、もともと数字の桁が多い通貨だったようで、メーターは正常なようで安心しました。市街地に到着しました。街中にランタンがたくさん吊るしてあり、一歩降りた瞬間から異国情緒を味わいました。家屋の色も黄色が中心で、賑やかなアジアというイメージそのものです。牛がいました。この町は川を中心に広がっています。この橋はなんと日本橋という名前です。その昔、この地域に住んでいた日本人がこの橋を作ったことからそう呼ばれているそうです。ベトナムのお札のデザインにも使われています。日よけのための三角の編み傘が伝統的に普及しています。日が傾き、夕暮れ時になってきました。薄暗くなってくると、町はより一層活気が増してくるようです。川にはキラキラと明かりを灯した船がたくさん現れ始めました。さらに町中のランタンにも明かりが灯り、お祭りのようにより一層賑やかになりました。ランタンの船が水面を照らし、カラフルに輝いています。まるで毎日が夏祭りのような光景です。エネルギッシュなアジアの空気を感じます。こちらは干支十二支のコインです。ネズミ、牛、虎などおなじみの顔ぶれです。しかし十二支に猫年はあったでしょうか。堂々と混ざっていますが、どうやらベトナムの干支には猫年は存在するそうです。こちらはベトナムでの演奏の様子です。観光に来ていたベトナム国外のお客さんも多かったです。そして一夜が明けました。ベトナムの朝焼けです。まだ薄暗いうちから市場の人はすでに商売を始めています。明るくなる頃には道に所狭しと商品が並べてあります。鳥がそのまま売られていました。用途は分かりません。ペット用でしょうか、それとも植物をプレスしていました。サトウキビでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。